アウグステ・カロリーネ・ホン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビューテルは、ビュルテンベルク公子、フリードリヒ、後のビュルテンベルク王フリードリヒ一世の最初の日。ブラウン・シュバイク公、カール・ビル・ヘルム・フェルディナントと、イギリス王女・オーガスタの長女として、ブラウン・シュバイクで生まれた。イギリス王妃となった、キャロライン・オブ・ブランズウィックは妹である。1780年、ビュルテンベルク公フリードリヒ二世。 オイゲンの着手フリードリヒビルヘルムと結婚4個を産んだ。結婚後すぐにフリードリヒは妻に対して暴力を振るうようになり、1786年12月に夫妻でロシア訪問の際、アウグステは女帝エカチェリーナ2世の支出へ避難したほどだった。エカチェリーナはフリードリヒがロシア宮廷から去るよう求める手紙を書くよう指示した。これに交代史費、 マリア不要泥ロブナが兄を援護し抗議した。エカチェリーナはビュルテンベルク講師の不名誉を隠すのは私ではない、という、そっけない返事を書いた。アウグステの父は娘に全く同情せず、娘の離婚の申し立てを拒絶した。この返答のため、エカチェリーナは帝国領であるローデにアウグステの住まいを提供してやった。 アウグステはローデの城で23歳の若さで死んだ。ありがとうございます。